年地元の大阪支部の選手の中から特に活躍が期待される若手選手をアンバサダー大使としてお迎えし、ボートレースの魅力を選手自身から皆様に伝えていただいておりました。現在はこのアンバサダー大阪支部の女子レーサー関野綾選手がその役目を務めてくれています。では早速登場していただきましょう。まずはお一人での登場です。関野綾選手の登場です。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。もう関野選手といえばこのアクアライブステーションもデビューしてから何度も登場していただいて、はい、デビュー前からですもんね。いや、デビューしてからじゃないですか。あのお父さんと二人で出たのは、あれはまだデビュー戦は走ってなかったですね。もうデビューを迎えるっていう時にね。そうですね、はい、登場していただいて、はい、もう出るたびにこういろいろね、今度はこれを目標に、はい、今度はこれを目標にってね、ファンの皆さんに伝えていただいて。そうですね。最初に立てた目標は水銀祭じゃなかったですかね。そうなんです。水銀祭がしたいしたいってね、ずっとこのステージで皆さんにね、おっしゃって、はい、でようやく取れて水銀祭。長かったですね。どれぐらいかかりました？多分203層か4層ぐらいです。多分めっちゃ長かったです。やっと取れて、はい、3期目で取りました、やっと。そっかそっか。で、今はこの水銀祭が終わって次なる目標っていうのは今は、うん、輸出ですね。輸出できてないんで、まだ、はい、またね、後ほど見ていただきたいんですが、ちょうどあの壁にね、いろんな選手のサインが飾ってあるんですが、水銀祭取りたいってね、今はね、輸出っていう目標をね、書いてくれていますので、はい、ぜひね、また輸出したら報告しに来ていただきたいと思いますが、はい、まあ、そんな関野選手には一旦アンバサダーとしてお疲れ様の花束を用意しておりますので、早速登場していただきましょう。プレゼンターです。この方です。木下翔太選手の登場です。どうも。こんにちは。一旦お疲れ様の花束の贈呈でございます。お疲れ様でした。グラチェ。あの先輩から後輩にお疲れ様の花束の贈呈でございますが、目は今まだ間に合うよ。木下さん、今まで女性に花束を渡したことありますか？ないです。ないですか？奥さん、勝ってとかもないですね。そうなんですね、はい、今回ちょっと初めてもらいました。で、次なるアンバサダーは木下選手でございますので、はい、さっき急に言われたから結構びっくりしたんですけど、はい、心よく引き受けてくださいますか？はい、ありがとうございます。アンバサダーはもうトークショーの回数が今まで以上に増えるということですので、はい、お願いします。来てください、はいはい、で関野選手はお疲れ様でしたとは言いましたが、これで出なくなるわけではないですからね。いっぱい行きます。はい、ぜひよろしくお願いしております。さあ、この、ね、2人のトークショーなんですが、まあ、大阪支部です。で、期待の若手選手です。あとね、共通点、何か皆さん思い…はい、あの、木下君はお父さんの弟子やろ。あー、はい、素晴らしい。そうなんです。です、はい、師匠が、はい、倉谷さんなんで、はい、そこでね、はい、こう、倉谷勝信さんというね、共通人物がいらっしゃいますが、はいはい、あの、倉谷選手を師匠になったきっかけっていうのは何だったんですか？きっかけは、はい、あの、弟子になるかみたいな感じでしたね。はい、岩谷さんから、あ、弟子になるかって。そう、僕も決めてなかったんで、はい、悩んでたんですけど、その時に誘ってもらって、で、お願いしますっていう感じで、はい、あ、お世話になりましたね。ありがたい一言ですよね、はい、これ師匠になって、はい、お二人が初めて会った時って覚えてますか？関野選手は覚えてます。いつですか？でも選手になる前ですね。選手になる前、はい、初対面の時に初めて知ったんですか？そうです。その時それいつだったんですか？ちょうどあの学校合格した時ぐらいですね、はい、に弟子やって言って連れてきたんですか？そうですね、はい、石垣島で。石垣島で初対面。どういった状況だったんですか？家族旅行で倉谷さんに誘ってもらって、はい、行ったらあやちゃんいてて、でその時は初対面で、はい、受かった後やったかな。そうですね、その時は一緒に在任しました。じゃあ、 あの倉谷家と木下家の家族旅行で初めまして で、はい、で一緒にダイビングしたんです、はい、ダイビングされるんですね。はい、免許は一応持ってて、であやちゃんが取ったばっかりって聞いてたんで、はい、一緒に潜ろうかってなって、はい、めちゃくちゃ鼻血出てました。ちょっと待って。どういうこと？
いやもうせっかく取ったから、取ったし、その石垣まで来たから、潜りたいと思って、でちょっと鼻、あの風邪ちょっと引いてたんですけど、無理やり潜ってたら、上がった後もうゴーグル取った瞬間鼻血だらけで出てました、はい、大丈夫でした？行きました、気合いでもう真っ赤に鼻血出しながらもダイビングをしてもしましたね、はい、楽しんだわけなんですね、はい、でもその時にはじゃあ大和学校に入る前ですだったんですね、はい、でじゃあ師匠の娘さんが選手になるんやみたいな、はい、それどんな感じなんですか？なんか、変な感じですよねうん、だけど、まあ、はい、まあ一人の選手として今は、はい、見ているというか、もうあの師匠の娘じゃなくて関野綾選手っていう、はい、でもまあ気にはしてますね、やっぱ師匠の娘なんで、はい、はい、一緒に走ったことはありますか？本来丸亀で、はい、今年やと思うんですけど、一緒に混合戦行って、はい、じゃあいろいろ教えてもらいながら、はい、で木下選手の走りも目の当たりにしてみました。いましたか、やっぱすごかったですか？すごかったです。こけたけどな、多分こけたでもその後取り返してました。そうなんですね。あの関野選手から見た木下選手のレーサーとしてのすごいところって何か？もう本当に、私が木下さんの一番好きなレースがあのまくり出しですね。外からの、はい、胴体からの、もう痺れます、見てたらもうあの自らまくり出す、です胴体からで、ね、すごいです。そこはもうやっぱり真似したいなっていう、はい、どうしたらあんなまくり出しができるんですか？そうっすね、はい、何も考えてないですね。無心？はい、じゃあもう無心でやるのが。そうっすね、もうあんま見てないですね。見てない。適当にハンドル切ったらたまたまやっぱ空いてたっていうのが多いですね。たまたま道が空いたみたいなんで、はい、まあ、狙ってはいてるんですけど、結構たまたま感が強いですね、まくり出しは。へー、でもそのたまたまでも一瞬のやっぱりこのハンドルの切りとかそういうのも大事ですよね。まあ、そうですね、はい、似てるのは顔だけです。まあ似てる、はい、でも最近モンキーとか似てますけどね。あ、本当ですか？なんかモンキーターンとかも、はい、私のダサモンキーが、いや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 やっぱりそこは親子だなっていう。なんかだってお父さんにも教えてもらってますもんね。そうですね、練習とかは、まあ、はい、ちょいちょい一緒に来てもらうことがあります。厳しいですか、優しいですか？あ、優しいです。あ、優しいですか、はい、ちょっとね、あの失礼な話、見た目がちょっといかついからこう、あんなに怒られたら怖いんじゃないかと思っちゃうんですが、はい、やっぱり優しいんですね。そうですね、はい、最近優しいです。あ、最近？はい、最近はもうずっと優しいですね。あ、そうなんですね、はい、ちょっとそのあたりの話もまた詳しく8レースの発売中にもう1回トークショーがありますので、その時にまたお二人のレーサーとしてのお二人についてまたプライベートのことなんかもね聞いていきたいと思いますので、一旦1回目のトークショーがこれで終了とさせていただきます。では早速登場していただきましょう。本日のゲスト、木下翔太選手、関野綾選手のお二人です。どうぞ。よろしくお願いいたします。再び登場していただきました。木下選手、落ち着きました？今のところはよかった。1回目の時で汗びっしょりになってましたんで、よかったです。よかったです、はい、まだ今日あのスクラッチは出てないですけれども、はい、もうだいぶスクラッチ浸透したんじゃないですか？そうですね、あの皆さん結構やっていただいて、はい、はい、ですね、ありがたいです。だってもう先輩もね、今パクってますからねでも使っていいでしょ？はい、もう、はい、まあその先輩方のおかげでっていうのもありますし、そうか、先輩がね使ってくれたおかげで、はいはい、もっともっと僕らのやつやから、はい、その先輩のもんって思わんとってほしいですね。なるほど、あの先輩が使っててもグラッチは木下さんたちのものですので、はい、そこはねちょっとだけ誤解しないように、はい、そうですよね、はい、先輩の影響力は大きいですからね、大阪支部。はい、関野選手は使いますか、グラッチ？まだ使ったことないないですか、はい、いつかじゃあぜひ、はい、グラッチしたいです。あー、すごいですよね、はい、じゃあもういいですか、ちょっと待って、赤って審査ありますから。あ、え、何？グラッチオーディション？うん、やっぱあの、はい、稼がないと。あー、そこに行けるように頑張りますね。頑張らないとね、ちょっと多分あのグラッチゾーンがあるんでしょうね。グラッチゾーン、はい、行けるのか。そう、勝利なり賞金なり、はい、そう、ここで超えたら OK ということで、はい、その時は OK 出します。その時は OK 出します、はい、使っていいよって、はい、
じゃあもういつかね、関野選手もブラッシュできるように応援していただきたいと思いますが、はい、さあそんなね、お二人の近況なんかもお話聞いていきます。あ、ブラッシュある、ありがとうございます。木下選手といえば、はい、墨の絵この間パーフェクト優勝、はい、すごかった。でもね、パーフェクト優勝って狙ってなかなかできるものではないですよね。そうですね、で墨の絵っていうのも優勝できてなかったんで、はい、それが嬉しかったですね、一番。なんか勝因っていうか何が良かったですか、流れ的に。流れね、なんかスタートしたらうちおらんとかあったんで、なんかついてましたね。あ、もうなんか全てが噛み合ってたっていうか、運だと思います、あれは。はい、運も大事、はい、でもね、あの運も自分で引き寄せるって言いますから。あ、神様見てますから、はい、寄せれたかもしれないですね。ね、はい、あのモーター的には、まあ、今節もね、使ってたモーター出てるんですけど、はい、どんな感じだったんですか。もうペアも全く戦わなかったんで、はい、まあ、普通ぐらいでしたね。あ、そうなんですか。だから完全できるような足ではなかったんですけど、そうだからもうほんまについて、もう月1本って感じでしたね。もう流れよくできたわけなんですね。はい、いや、もうね、素晴らしいパーフェクト優勝で、で、その後、ご師匠、そしてお父さんが素晴らしい成績で優勝して。そうですね。ねえ。あ、これはよく、久田谷選手いないけど拍手が湧き起こったっていうね。で、なんか優勝インタビューでも、ね、なんか僕のこと言ってくれてたみたいで。はい、なんか嬉しかったです、それ聞いて。パーフェクトしたからっていう、なんか頑張れたみたいな言ってたらしいんで、はい、はい、だって優勝戦レジスタマーがスタート行きましたよね。すごいですね。すごい、はい、あなたお話はされました。お話してないですね、はい、もうこれからじゃあ会った時に、はい、この映像でしたみたいな感じで、まあ、まずフライングしてしまいましたって言います、これですね。自分の近況はね、はい、ちょっと報告して、はい、選手はすぐ連絡したんですか、お父さんには。あ、次の日会いました。あ、会ったんですね。でおめでとうって言いました。行って、お父さんどんな感じでした。あ、ありがとうって言いました。あ、そうなんですね。あの、お父さんの走りとかって見てますか。まあ、見てますね。うん、で、やっぱりこう、スピードへ良かったなって感じました。感じました。さすがだなって。はい。はい、関野選手の緊張としてはどうなんでしょう。レースですか。うん、なんかレースは、はい、めっちゃいいっていうわけではないですけど、あ、そうなんですか、はい、うん、でもめっちゃ悪いっていうわけでもない。そうですね、はい、なんかもうちょっと、もうちょっと、はい、なんかこう今はレースでなんかこんなところを課題に置きながら走ってますっていうとこありますか。スタートです。これずっとしてるんです。はい、これが本当にもう全然できなくて、はい、スタートですね。スタートをもっと早く行く、コンスタントに、コンスタントにいいタイミングでずっと行き続ける、はい、今どうしたらいいですか。でも難しいですよね、スタートって。でも倉谷さんはスタート力すごいんで、はい、僕もともとスタート力なかったんですけど、やっぱだんだん早なんか掴んで、はい、早くなっていって成績もやっぱ上がってはいきましたね、スタート。で1年半ぐらい経ってなかったんですけど、はい、まあ、フライングしないこともやっぱ大事ですし、してもなんですけどね。まあ、でもその、何かこうきっかけがあれば、なんか掴めるようになる。そうですね、なんかまあ、なんか掴まないとダメですね、スタートは。それはなんか根拠というか、これって長いけど走ってるうちに何か、あ、これかなって。合ってるやり方とかが、出てくると思うんですけど、はい、なんか難しいですか。でもじゃあ今はあのスタートをコンスタントにいけるようにすることと優秀な目標で、そうですね、まだちょっと1回もしたことがないんで、はい、でも予選突破はね、何度もしてますよね。いや、どうではない、何度かちょっとね、はい、してますので、あともう一歩上を目指してもらってね。はい、でこの選手ふれあいコーナーではね、あのその目標を達成するために報告にも来てもらうんですが、木下選手の目標どうしましょう。僕はもうでも G1 取りたいですね、去年の目標にしてたんですけど、はい、賞金を、賞金を、まあ、もうちょっと貯めときます、それは。あ、今ね、賞金を、ね、お客様から声が上がります。でもまあ年末また隅の家で走りたいですし、はい、でも G1 取りたいですね。あ、やっぱり、はい、一歩ずつ SG でも活躍できたらなと思ってます。そうですね、 G1 で結果出すと同じとね、はい、やっぱりあの選手層もほとんど、ね、変わらないんで、はい、SG でもね通用するっていうか、そうですね、結果が出ますもんね、はい、じゃあぜひ G1 今入ってる G1 何かありますか。
まあ、あさって全県 G2 には行くんですけど、G1? はい、これね、あ、天かな、天ヶ崎4月末走って休みになりますね。なるほど、はい、忙しいですね、やっぱり A1 になると。なんかちょっと一歩も出るから怖いですよね、はい、その入ってるんで、はい、やっぱ控え目にもなりますし、やっぱそうですか、今切ったら3ヶ月になってしまう、2本目行くと、だから A1 にも残れないですし、はい、いろんなちょっと兼ね合いで、うん、スタートいけないかもしれないですね。スタートはいけないけど、道中で絶対ね、そうですね、はい、見せていただいて、はい、じゃあもうすぐの宮島にこの後走って、はい、関野選手は今お休み中？そうです、今はフライング休み中です。フライング休み中で、はい、なんかどう過ごしてるんですか？練習と、うん、あと昨日までちょっとだけ沖縄に行ってきました。はい、おー、沖縄、はい、旅行で。旅行でです。はい、誰と行ったんですか？一人です。みんなだな、絶対嘘だよ。絶対嘘だよ。本当に一人です。一人で何をしたんですか？一人で、はい、あの最近、うん、読書にハマってるので、はい、ビーチで本読んでました。おー、そうなの？ベランダでも一緒ですよね。頑張ります。よろしくお願いします。続いて木下さん、お願いします。そうですね、あの来月オーシャンもありますし、まあ、お盆走れなくなったんですけど、また住之江走る時はもう全力で、はい、あの一等だけ狙うので、また本庄に来てください。お願いします。よろしくお願いします。